こんにちは、タツノのヤギ醤油です。今日は昨日、室津に行って買ってきた牡蠣ですね。津田正水産さんのところで買ってきた牡蠣ですね。今シーズン初めてです。これを、色彩ポン酢にかけて食べようと思ってます。こちらフレッシュボトルの方ですね。密町室津、室津漁港は牡蠣が盛んに養殖されております。とても美味しい牡蠣ですので、ぜひ、室津の牡蠣ですね、それからポン酢と合わせてよろしくお願いいたします。